皆さんこんにちは、れいかです。今日は最近買ったおすすめのパックをご紹介します。じゃーん、こちらパックです。ちょっと今ニキビできとって本当に嫌なんですけど、お米のパックで、お米マスクっていう名前のパックを買ってみました。もういや、これほんまに嫌なんですけど、本当は酒粕みたいなパック流行ってるじゃないですか。お酒のなんかパックが欲しかったんですけど、それがなくて、お米のこのマスクが売ってたので、ちょっと買ってみようと思って買ってみたので、で買ってみて実際に使って、すごいなんかもっちりしたので、実際に使ってみた感じの動画を撮りたいと思います。それではスタート。まずですね、私のスキンケアはこちらの2つ、この間動画でも紹介したと思うんですけど、こちらの2つを使っていきます。まず化粧水、このスプレータイプやからすごい楽です。そして肌になじませます。なじませたらこちらのお米マスクを買っていきます。ちょっとここだけの話、このね、中の液あるじゃないですか、それがこぼれちゃったんですよね。そしたらもう袋がすごいベタベタになってて、えらいことになっててね、すごい大変だったんですけど、ちゃんとしっとりしてました、よかった。こちらを貼ります。こちら貼りましたら、YouTube 始めたばっかぐらいの時にスキンケアの動画で言ってるんですけど、ダイソーのね、このシリコンマスクを上から貼ります。これをね、することでね、すごい肌に密着するし、前髪とか髪の毛が濡れないので、これはマジでおすすめです。この顔で言うのはちょっとあれなんですけど、シリコンやから洗い流して何回も使えるので、絶対持ってた方がいいと思います。はい、そしてこの状態で5分から10分ぐらいかな、待ちます。私は携帯いじったりとか、パソコンしたりとか、パックしてる間にちょっとできることをやってます。はい、では外していきたいと思います。で、これ外した後は洗ってちゃんと乾かして保管しておきます。パックを取ります。わあ、髪の毛がついちゃった。で、私はいつもこのパックをね、なんかこういう感じで折りたたんで、首とか塗ってなじませたりしています。はい、そしたらこの顔にね、ついてる液を押さえていきます。生地感とかは結構薄めなんですけど、こちらを見てもらえば分かるんですけど、ふっくらもっちりキメ整うと書いてありますね。もっちりするけど、そんなベタベタじゃない、なんかすごいね、ちょうどいいぐらいな感じ。保湿しつつちょっとさっぱりというか、私はなんかこのパックの感じが好きです。なんかすごいいろいろとエキスが入ってるみたいなんで、日本製だしすごいいいな。で、これちなみに10枚だっけ、確か600円ぐらいだった気がします。なじませた後がすごいもっちりしますね。で、そしたらこちらの乳液を2プッシュぐらいかな、塗ります。こちらは高保湿タイプです。乳液は結構高保湿なタイプが好きで、化粧水はね、結構さっぱり系が好きなんですけど、乳液が結構しっとりしたものをよく使ってます。ちょっとね、今若干肌荒れ期で、この辺とかニキビができちゃってるんですけど、ちょっとルーティン的な感じでスキンケアの動画を撮ってみました。よかったら参考にしてください。やっぱり夏やから保湿はあんまりしなくていいっていうのは間違いで、やっぱり夏でもね、しっかりと保湿はしていきましょう。夏もあと少しですけど、頑張っていきましょう。誰やねんって感じやな。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとインスタとツイッターもやってるので、概要欄からフォローお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。